進入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。インから好スタートは1号艇の小野、1周1マークへ向かっていきます。インから1号艇の小野がまずは1マークを先制していきます。内を狙うのが2号艇の設楽、外からは3号艇の辻通っていきますが、押し切ったか1号艇の小野、内迫っていくのが2号艇の設楽。バックの中間地点、2番の設楽が上がっていきまして、1番の小野を捉えるか。スタートは前提正常でした。2マーク手前では1号艇小野が抑えていきまして、1周2マークは先取っていきます。2号艇の設楽は一旦引いて差しに構えていきますが、1番の小野わずかに先頭、直線コース一定心配です。内側久田選手が迫ってくる感じというのはもう完全に刺されたなと思ってました。旋回系統はまだ課題があると。ちょっと遅い感じはあります、入り口の向きとかが。昨日女子レースは2人勝ちましたので、はい、やっぱり小野選手も続きたいところは。そうですね、うん、私も1着取って勝利者インタビュー行きたいと思ってたんで、うん、よかったです。ファンの方もお喜びだと思いますので、最後そんなファンの皆様にメッセージいただけますか。はい、最終日までしっかり一生懸命走りたいと思います。応援お願いします。